どうなってるの？栃木の経済。はい、ということで栃木の経済について足銀総合研究所の方をゲストに迎えて分かりやすく丁寧に分析解説していきます。スタジオに足銀総合研究所の吉田正隆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田さんはまあ今回初めてということで、はい、お願いいたしますけれども、今回のテーマは何でしょうか。はい、今回はサブスクリプションの動向というテーマでお話したいと思います。いわゆるこのサブスクというのはね、最近よく聞きますけれども、詳しく教えていただいていいでしょうか。はい、まずはこちらをご覧ください。はい、一見すると難しく聞こえるかもしれませんが、実は昔からあるサービスのことです。もともとは新聞などの定期購読を指す言葉で、月単位あるいは年単位で一定料金を支払うことで商品を利用できるサービスのことです。最近ではサブスクなどと略して呼ばれることがありますが、一般的には定額制サービスのことを指します。新聞購読もそういうのに入るんですね。そうですね。ああ、これ一定額の料金を払えばその期間中、商品やサービスを利用することができるということでいいんでしょうか。はい、はい、ですから皆さんが普段利用されている、電車の定期券やスポーツクラブの会員サービスなども広く言えばサブスクと捉えることができます。ああ、なるほどね。じゃあもう我々は割と前からそのサブスクを利用してたということになるんですね。はい、そうですね。さらに近年利用が拡大しているのが、はい、動画や音楽、書籍などをオンライン上で配信するサービスです。一定の料金を支払えば、見放題、聞き放題で、様々なコンテンツを利用することができます。はい、私も音楽や映画の配信サービス利用してます。もう好きな時に好きな音楽を聴けるっていうのは便利ですよね。はい、そうですね。はい、その他にもですね、最近では、車や洋服、家具、家電など、生活全般に関わる、多岐にわたってサービスが登場してきておりまして、2018年度の国内の市場規模はおよそ5627億円となっております。さらに2023年度には8000億円以上になると予測されておりまして、今後さらなる成長が期待されます。これはやっぱりかなり広がってますし、それだけね、今世の中で確かに効くなという感じもするんですけれども、これで拡大している背景には何があるんでしょうか。はい、注目され始めたのは2010年頃です。リーマンショックなどの不況を経て、消費者のマインドが何かを所有するということよりも何かを利用することで得られる経験や体験に価値を見出す傾向にあることが背景にあります。確かに最近はシェアリングという言葉もよく聞きますし、特に若い世代を中心に必ずしもこう所有にこだわらないという考え方広がってきてますよね。はい、そうですね。サブスクの特徴は商品を売り切るのではなく、一定期間内の利用に焦点を当てていることです。この特徴が最近の消費マインドの変化に合致してきているというふうに考えられます。そうなるとこのサブスク、どういうメリットが挙げられるんでしょうか。はい、こちらに利用者側と企業側のメリットを整理しました。はい、まず利用者側のメリットとしては、1点ごとに購入する場合に比べて割安な価格で利用できることや、新商品やサービスを気軽に試せるようになるほか、物の保有に関わるスペースやコストを削減できることなどが挙げられます。なるほど。では企業側のメリットはどういったものがあるんでしょうか。はい、サービスを提供する企業側にとっては安定的な収入が見込めることや、それに伴って売上や仕入れの計画を立てやすくなるなどのメリットがあるとされています。こうしてみると本当に利用する側、そして事業者側双方かなりメリットがあるなっていうのは分かるんですけど、逆にそのデメリットっていうのはないでしょうか。はい、利用者側のデメリットとしては、はい、サービスを使い切れなければ、定額料金が割高になってしまうことです。また事業者側においては利用者をつなぎ止めるために常に最新のコンテンツを用意し、顧客の満足度向上を図る必要があります。そのためのコストがかさむことなどが挙げられます。やはりメリットだけではなくデメリットもあるということですね。はい、そうですね。今後も
さまざまな分野でサブスクを活用したサービスが展開していくと考えられます。私たち消費者もメリット、デメリットをしっかり理解した上で利用していくことが重要です。そうですね。で、この事業者側っていうのはこの消費マインドの変化に対するいろいろなこう、ね、対応していかなきゃいけないという努力も必要だと思うんですけども、はい、新たなサービスとしてビジネスチャンスにつなげていきたいですね。はい、そうですね。はい、さあ、それでは有沙さん、次回は、はい、次回は8月26日水曜日、コロナで変わる東京一極集中というテーマでお送りします。今回はサブスクリプションの動向をテーマに、アシギン総合研究所の吉田正隆さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。